稲田さんは自民党と大阪維新の中の偏強な保守派から散々臭されてきたと言います。その時出された文句が男性が女湯に入ってくることを認める左翼が稲田だというものでした。自民党、大阪維新の保守派は女湯の男性侵入が都合の良いキャッチフレーズとして使ってきたのです。6月12日、記者クラブの稲田さんの話を聞いてみましょう。今私が左翼であり、自民党を去れとまで言われてますけどですね、それは違うんじゃないかと、私こそ保守だという思いでおりまして、私のことを批判している、保守系の雑誌をですね、すべての地方議員と、財界の人に、送られたり、また、選挙期間中に稲田さんは国民の敵であると。稲田さんが当選すると、女性が、女性の格好した男性が、お風呂に入ってくるっていうハガキを、私の支援者に巻かれたりとかですね、いろんなことが ありました。で、ただですね、私は、それは違うというか、私は未だに自分は保守だと思っていて、むしろですね、今の、保守、言論界というのでしょうか、LGBT に反対を、この理解増進法に反対をされている方々が非常に偏狂になっているなと、少しでも自分たちの意見と違っていたら、排除をするし、左翼だと決めつけるし、出ていけというし、人の意見はほとんど聞かないということ。稲田さん、ずいぶん苦しんだんですね。 LGBT 問題、女湯の男性侵入を出しに使って権力闘争に明け暮れる保守派。醜い権力闘争、自民党や大阪維新はもっとまともに政治に関わるべきです。